どうも皆さんこんにちは。超弦理論の後編です。前回光子の質量イコール振動エネルギー足す最低エネルギーという等式を考え、光子の質量イコール0、振動エネルギーイコール2、最低エネルギーイコール D-1×1+2+3+…×3を代入して、0イコール2+D-1×1+2+3+…×3という式を得ました。 D が D 次元を表す数なので、D について解けばこの世界が何次元かわかるということです。では、D について解いていきましょう。しかしながら、得られた式は一見して、D が1より大きいとき、右辺は0にならなさそうです。1+2+3+…という無限級数の和は、次のように無限大に発散することがわかります。まず、初項から大 N 項までの部分は SN を求めます。SN イコール、1+2+3+…N-1+N です。SN をもう一つこのように逆から並べて、辺辺足します。順番に上下を一つずつ足すと、SN 足す SN は 2SN です。1足す N は N 足す1です。2足す N-1 も N 足す1です。3足す N-2 も N 足す1。残りも同様に足すと、それぞれ N 足す1になります。右端まで行って、N-1 足す2も N 足す1。N 足す1も N 足す1です。N 足す1が N 個現れます。N 足す1が N 個足し合わされるので、N 足す 1×N とかけます。両辺を2で割って、SN イコール、2分の 1N×N 足す1です。すなわち、1+2+3+…+N イコール2分の 1N×N 足す1です。この式で N を無限大にすると、左辺は1+2+3+…という求めている無限級数の和です。一方右辺は、2分の 1N×N 足す1イコール、2分の 1N2 乗、足す2分の 1N であり、N が無限大の時 N2 乗も無限大になり、2分の 1N2 乗は無限大になり、2分の 1N も無限大になるので、それらを足している右辺は無限大になります。したがって、1+2+3+…という無限級数の和は、無限大になります。計算して確認してみましたが、正の整数をどんどん加えていくので、和が無限大になることは、計算を見なくてもわかると思います。よって、0イコール2たす D-1×1+2+3+…×3は D が1より大きいとき D-1 が正の数で1+2+3+…が無限大なので右辺が0になりません。 D 次元を表す D の値など求められないように見えます。しかし 1+2+3+…は無限大ではなくマイナス12分の1になるという考えにより D を求めることができるというのです。数学界の巨人と呼ばれる18世紀の数学者オイラーは 1+2+3+…イコールマイナス12分の1という値を出しています。自然数を無限に足していったはずなのに、その和は大きな値になるどころか絶対値も小さい負の値になるというのです。オイラーは先に示した程度の無限級数の和の考えなど当然知っています。その上でマイナス12分の1を意味のある数値として残したということです。物理学にも精通していたオイラーは1234…と無限に増えていく理想的な自然数は現実の世界の計算に合わない時があると感じ、自然界のある状況において用いることができる特別な自然数の和としてマイナス12分の1を残したのではないでしょうか。そのマイナス12分の1を求めてみます。求める 1+2+3+…を S イコール 1+2+3+4+5+6+7+…と置きます。これを4倍した 4S をこのように並べて、辺辺引きます。S-4S は -3S。1-0 は1。2-4 は -2。3-0 は3。4-8 は -4。5-0 は5。6-10 には -6。その結果、-3S イコール、1-2+3-4+5-6+…となります。右辺が、+1、-2、+3、-4、+5、-6、と、一つおきにプラスマイナスが変わるようにするために 4S を引いたということです。次に -3S をこのように2つ並べて辺辺足すと -3S+-3S は -6S、 1+0 は1、 -2+1 は -1、 3+-2 はプラス1、 -4+3 は -1、 5+-4 はプラス1、 -6+5 は-1となり、 -6S イコール1-1+1-1+1-1+…が得られます。
1とマイナス1を交互に足す式にするためにマイナス 3s 同士を足したということです。ここで t イコール1たす x たす x2 乗たす x3 乗たす点点点たす x の n-1 乗を考えます。両辺に x をかけると xt イコール x たす x2 乗たす x3 乗たす点点点たす x の n-1 乗たす x の n 乗となります。それをこのように並べて辺辺引きます。 t-xt は括弧 1-x かける t 1-0 は 1x-x は 0x2 乗引く x2 乗は 0x3 乗引く x3 乗は0。上から下を引くとほとんどの項が消えます。右端まで行って x の n-1 乗引く x の n-1 乗は 0x の n 乗は -xn 乗。その結果括弧 1-x かける t イコール 1-x の n 乗となります。分母は0になれないので x は1ではないとして両辺を 1-x で割って t イコール 1-x 分の 1-x の n 乗、 t は1たす x たす x2 乗たす x3 乗たす点点点 x の n-1 乗なので1たす x たす x2 乗たす x3 乗たす点点点 x の n-1 乗イコール 1-x 分の 1-x の n 乗となります。ここで x が -1 より大きく1より小さいとき n を無限大にすると x の n 乗は0になります。例えば x イコール 0.1 のとき x2 乗は 0.01 x3 乗は 0.001 x4 乗は 0.0001 と x をかけるごとに小さくなります。 x の n 乗は n を無限大にしたので x×x×x× と無限に x をかけることになりほぼ0になります。したがって右辺は 1-x 分の 1-0 イコール 1-x 分の1となります。また左辺は1たす x たす x2 乗たす x3 乗たす点点点と無限級数の和を表します。よって1たす x たす x2 乗たす x3 乗たす点点点イコール 1-x 分の1、ただし x は -1 より大きく1より小さいとなります。この式を A とします。ここから少しおかしなことをします。 A は x が -1 より大きく1より小さい範囲において成り立つ式ですが、これに x イコール -1 を代入します。 x が -1 より大きく1より小さい範囲でのみ成り立つ式に、その範囲に入っていない x イコール -1 を代入するということです。もちろん普通の数学では許されませんが、そのまま進めていきます。 -1 を奇数個掛け合わせると -1 になり、 -1 を偶数個掛け合わせると +1 になるので x イコール -1 x2 乗イコール1 x3 乗イコール -1 x4 乗イコール1 x5 乗イコール -1。 左辺は 1-1 たす 1-1 たす点点点となります。また右辺は x イコール -1 を代入したので 1-1 分の1イコール1たす1分の1イコール2分の1となります。したがって左辺イコール右辺から1-1 たす 1-1 たす点点点イコール2分の1です。先ほどの -6s イコール 1-1 たす 1-1 たす点点点に代入すると -6s イコール2分の1、両辺を -6 で割って s イコール -12 分の1です。 s イコール1たす2たす3たす点点点なので1たす2たす3たす点点点イコール -12 分の1です。オイラーの -12 分の1を得ることができました。しかしおかしなことをすると言ったように A には x イコール -1 は代入できないはずでした。それにもかかわらず x イコール -1 を代入して 1-1 たす 1-1 たす点点点イコール2分の1を得た結果です。ゆえに受け入れがたい値です。そこで少しやり方を変えてみます。 -6s イコール 1-1 たす 1-1 たす点点点に戻り 1-1 たす 1-1 たす点点点イコールリミット x がプラス0に向かい2の x 乗分の1引く2の 2x 乗分の1足す2の 3x 乗分の1引く2の 4x 乗分の1足す点点点点という式 B を考えます。右辺は x がプラス0に向かうので2の x 乗は2の0乗イコール1になります。2の 2x 乗2の 3x 乗も同様に2の0乗イコール1になります。したがって右辺は1分の1引く1分の1足す1分の1引く1分の1足す点点点、すなわち1-1 たす 1-1 たす点点点と等しく左辺と等しいと言っても問題なさそうです。また右辺は無限等比級数であり
公比はマイナス2の x 乗分の1です。 x がプラス0に向かい、0より少しだけ大きいので2の x 乗は1に向かいますが、1よりほんの少しだけ大きいです。ゆえに2の x 乗分の1は1より小さいです。そのため公比の絶対値が1より小さいことになるので、無限等比級数は収束して、その和は1引く公比分の初項になるので、2の x 乗分の1引く2の 2x 乗分の1たす2の 3x 乗分の1引くの部分は1引くカッコマイナス 2x 乗分の1分の 2x 乗分の1となります。 x がプラス0に向かうので、1引くカッコマイナス2の0乗分の1分の2の0乗分の1となり、イコール1引くカッコマイナス1分の1分の1分の1イコール1たす1分の1イコール2分の1となり、1引く1たす1引く1たす点点点イコール2分の1を得ます。マイナス 6s イコール1引く1たす1引く1たす点点点に代入して、マイナス 6s イコール2分の 1s イコールマイナス12分の1、すなわち1たす2たす3たす点点点イコールマイナス12分の1です。オイラーのマイナス12分の1を得ることができました。ただしこれも b のイコールの部分が怪しく、例えば x がマイナス0に向かう場合も b の統合は成り立つと言えますが、その場合は無限等比級数が収束せず、マイナス12分の1を得られません。それでも a に x イコールマイナス1を代入する方法よりはまだ受け入れやすいと思います。さてこうして1たす2たす3たす点点点イコールマイナス12分の1が得られたわけですが、オイラーはこの数値に何か意味があると考えて後世に伝えたのだと信じることにして、光子の質量の方程式に1たす2たす3たす点点点イコールマイナス12分の1を代入しましょう。0イコール2たす d 引く1かける1たす2たす3たす点点点かける3に代入して、0イコール2たす d 引く1かけるマイナス12分の1かける3、約分して0イコール2引く4分の1かける d 引く1、移行して4分の1かける d 引く1は2、両辺に4をかけて d 引く1は8、移行して d イコール99という数字を得ました。 d は次元を表す数でした。九次元ということです。光子の質量がゼロであることを考えた方程式から、この世界は九次元空間であると予想されたのです。そのような九次元空間を予想する超弦理論には5つもの種類があります。これら5種類の超弦理論を結びつけるために10次元超重力理論が考えられています。素粒子の基本単位が1次元に広がる紐ではなく2次元に広がる膜というのです。そのため 9+1 は10で10次元ということです。10次元空間が9次元空間にコンパクト化されて一つの次元が見えなくなる時を考えます。2次元の膜が見えなくなる一つの次元に広がっていれば、膜は9次元空間では1次元の紐に見えます。2次元の膜が見えなくなる一つの次元に広がっていなければ、9次元空間でも膜は膜のままです。したがって10次元超重力理論は9次元空間で1次元の紐を考える世界を含んでいるので、前述の計算で紐を基本単位として考えていた d イコール9という結果に影響を与えません。こうして得られた10という数字には次のような特別な意味もあります。超対称性という考え方を含む超弦理論では、ボゾンの数とフェルミオンの数が等しくなければいけませんが、空間の次元の数を増やすと2種類の粒子の数が合わなくなります。2種類の粒子の数を合わせることができる最大の次元が10次元なのです。10という数字は前述の等式を満たすだけでなく、超対称性を満たすことのできる最大の数字でもあるのです。最後にこの10次元空間に時間を加えて11次元時空ということです。このように現在物理学では私たちの世界は11次元時空なのではないかと考えられているのです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。